はいこんにちはレトスノーノです1月8日の3問に入ります A が B の C に対する債権を差し押さえた後 C が B に対して同種の債権を取得した場合 C は A に対して総裁を主張できる丸か×かという問題です え考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは「×」ですね差し押さえ後に反対債権を取得した場合反対債権を取得した者は差し押さえ権者に総裁を主張することができませんしたがって C は総裁を主張することができるという記述は誤りなんですね 債権者 A がいて、債権者 A が B が有する債権を差し押さえましたと。で、差し押さえた後に C さんが B に対する反対債権を取得したということなんですね。その場合 C さんとしては、 この債権を総裁して消滅させたいと思うんですけども、この債権も先に A さんに差し押さえられてしまっているので、総裁もできませんよという話です。で、この問題なんですけども、問題文を理解するってことがすごく重要なんですね。この問題文です。ルールよりも問題文の理解が最優先。もうずっとこれは前から言ってますよね。問題文の理解が一番重要だと。 いいうこととをお伝えしてると思いますなのであの個別指導ではこの問題文の理解について、えー、合わせて解説しておりますので個別指導の受講者さんは受講者専用のメールバカから問題文どうやって理解するのか、えー、こちらをご確認いただければと思いますでまだ、えー、問題文理解できていないっていう方はもうそろそろですね問題文の理解っていうものを 実践していかなあの試験直前にねあの問題文の理解の仕方が分かってもそこから問題文の理解の仕方を習得していくってところまで持ってかないといけないわけですよで習得して復習して問題量を増やしてやっと実力って上がるので直前に問題文を理解できたところでそこから勉強量って増やすことって難しいですよね今であればまだ1月なので十分問題量を増やすことできます なので、そろそろ本気をちょっと出してですね、やるべきことをやっていくってことをやっていかないと、10月、11月とかであればね、まだ時間があるので、試行錯誤しながらっていうことはできるんですけれども、もうちょっと、もう試験まで約10ヶ月ぐらいしかないわけですよね。なので、そうなってくると、そろそろ本気で理解学習始めていかないと間に合いませんので、まだ問題文の理解できていない方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。 で、問いね。建物の貸借の媒介において当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は貸主がその内容を書面で説明したときでも媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借り主に重要事項として説明しなければならない、丸か×かと。 いう問題です、えー、答えは、えー、丸ですね、重要事項として説明しなければなりません。たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明っていうのは売買業者の責務なんですね。なので、重要事項説明として、ちゃんと借り主に説明しなければなりませんということです。でちなみに、定期建物賃貸借っていうのは、更新がない賃貸借契約です。契約期間が終わってしまって、えー、更新しようと思っても、借り主は更新できないんですね。 っていうことは、借り主にとってはこれ重要なことですよね。なので重要事項として説明しなければならないというルールになっているわけです。え、これは定期建物賃貸借が更新がないことをイメージできれば答えは導けます。え、関連付けて頭に入れておきましょう。その方が忘れにくくなります。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたします。では問いさんです。土地の占有者。 または所有者は、都道府県知事が委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために、当該土地に立ち入って測量、または調査を行う場合、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、または妨げてはならない、丸かツかという問題ですで。答えは、これ正しいですね。都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定のため、 測量調査のの必要があるるる場合は他人の占有する土地に立ち入るこ,とができますこれは災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、もちろん役所の人は入ることはできます。ただ、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならないんですね。そして土地の占有者、または所有者は正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり妨げてはいけません。 なので、まあ、今回の問題で言えばこの部分は覚えていなかったとしても解ける問題なんですけれども関連ポイントとして立ち入ろうとする日の3日前までに占有者に通知しなければならないんだっていうところも合わせて頭に入れておくと効率的に勉強を進めていけますよね単に問題に対する答えだけ覚えるんじゃなくてその周辺知識も一緒に頭に入れていくこれが効率的な勉強です実際個別指導で使っている過去問の解説についても 関連ポイントは表にしてまとめていたりして、勉強を進めていただいておりますので、楽に頭を整理することができます。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの事故をお待ちしております。レドスの小野でした。